サディクは全く普通のプレイができない。Football Data Bank はタククボエナイカンスル、スタッツ、世界の反応、映像をシンをオクリシュマス、チャットエニルトオロクワヨロシュク。シュート、シュート、シュート。目を覚ませ。カップ戦でのスタートは非常に失望だ。彼らに点を取れないなら監督を変えろ。メリノ、久保、ブライス、サディクなどを頼りにし、その後今ノル監督は試合の負荷について言及するでしょう。彼の B チームが48分間で明確なチャンスを一度も作れない状況なのに、なんとも退屈な前半だった。最近、カテゴリーは何かのために存在すると読みましたが、それは事実です。しかし残念ながら、A チームと B チームも何かのために存在しています。悪い前半戦でした。適切なプレーが欠けている。ソシエダに右サイドは存在しない。後半で目を覚ます必要がある。なんという失敗だ。モークボ、サディク、ブライス、メリノを出してくれ。さもなければ平凡な 0-0 の引き分け。誰がこの2時間を取り戻してくれるのか。詐欺師たち、怠け者の集団だ。ねえ、もっと頑張れ。参加する全てのコンペティションに真剣に取り組まなければ、いつまでも中途半端な存在だ。さあ、一発入れて勝て。目を覚ませ。がっかりだ。とても悪い試合。ギリギリだった。まあでも勝利を手に入れたからいい。なんという息苦しさ。次のラウンドで緊急に改善しなければならない。なんと情けない試合だ。2点リードで試合を終わらせるチャンスがあったのに、ただ悪い決断ばかりしていた。パフォーマンスが疑わしい。3ポイントは3ポイントだ。これで良い。信じられないほどすごいぞ。まあ良かった。最後だけ見たけど、このフィールドでプレイするのは簡単ではないに違いない。目標達成して次に向かう。試合はさておき、人工芝のフィールドでチームがプレイするかどうかを決定する基準は何ですか？全てのチームが自分たちのフィールドでプレイすることを許可するのは完璧だと思うが、なぜいつもそうなるわけではないのか。今年のコパでは2回戦を乗り越えた。前進だ。仕事を続けろ。唯一の良い点はシューバのゴールだ。なんて試合だ。ソシエダがこのようにラウンドを通過したことに全く満足していない。それが目標だったのはわかるが、ゴールを決めるべきだったチームに対して、悲しみと栄光のない形で行われた。伝統的なレアルのやらかし。監督にアドバイスをします。二度とこの病気の人たちにサッカーをさせないでください。この苦しみは報われない。どうしてくれるの？大事なのは次に進んだことだけど、次のラウンドはセグンダチームが相手だ。つまり、気迫を見せられなければ、カップ戦にさよならだ。4部リーグのチームに対手こずる。それが私のクラブです。サディクのプレイは最悪だ。恥ずかしいほどひどい。延長戦をするに値しない。笑わせることが目的だったのか。ミッドフィールドがいない。恥ずかしい守備、貧弱な攻撃。このレベルの試合では力不足が目立ちます。チャンピオンズリーグは遅かれ早かれ終わりが来て、今日の感触ではリーグ戦も大変です。うん、悪い試合をしたと今ノルは認めている。その通りだ。チームの控え選手は主力選手よりもはるかに劣っていて、かなり下位のカテゴリーの相手でも最後まで守備に問題を抱え続けている。それでもレアルはコパで次のラウンドに進んだ。よし、これ以上悲しいことはない。チャンピオンズリーグのパフォーマンスが救いだ。レアルの馬鹿げた試合で相手が優れていて、ゴールのチャンスも多かった。このように勝つのが大好きだ。私たちにはセカンドチームは持っていません。本当に苦しい試合でした。今日サディクは何をしに出てきたのですか？コパで何が起こっているのか本当にわからない。恥ずかしい。神よ、 AED が必要だ。とにかく控えが期待に依頼ていないことは明らかだ。カップを獲得したいならいい加減な試みをやめて全力で臨まなければならない。笑えない。ここでは見せびらかす必要はない。通過して次へ行くだけ。フットボールデータバンク。勝ち進んだけど私は怒っている。彼らは引き分けに値した。ホセ・コントレラス、対戦相手の監督とクラブに感謝の気持ちを表したい。ホセはとても好感が持てた。彼は正直に、私のような人は他にいないと言ってくれ。その言葉に感謝した。多くの賞賛に値するとは思わないが、到着してから本当に楽しい時間を過ごした。ここにいて皆さんと競争できることが嬉しい。クラブには素晴らしい試合をしてくれたことを祝福する。勝ち進んだことは嬉しいが満足していない。これは私たちへの謙虚さを持てという教訓だ。難しい試合になることは分かっていた。彼らは4月以来ホームで負けていないチームだが、最終的な瞬間に最も強いメンバーでプレーしたにもかかわらず、彼らは私たちよりも優れていた。
最後の15分間は全く気に入らなかった。国の代表選手たちがフィールドにいたからだ。彼らは昨日8時間働き、その後夜遅くにも練習した。それを言い訳にするつもりはない。アンドラッチは引き分けに値する。彼らは成功しなかった。だから私たちは勝ち進んだ。このように勝ち進むことは私たちが学べば悪くない。この試合はこのような相手に真剣に対峙しなければ苦戦することを明らかにした。偉大になりたいのであればこのような時間を持つわけにはいかない。私は怒っている。全員が同じレベルにいるわけではない。トップレベルの選手たちが 100% でないとき、このようなことが起こり負けることがある。アンドレシルバはまだ 100% の状態ではない。それはすでに言ったが、このフィールドは何も評価するのに適していない。しかしゴールは彼にとって良いことであり、さらに時間を積むことにもなる。彼は一生懸命働き、良いプレーをしようとしてゴールを決め、それが勝ち進むために役立った。彼の初めてのスターターとしての試合に満足している。他家を一緒に応援したい方、チャンネル登録よろしく。ゴールキーパーマレロ、勇敢。彼はゴール前で多くの選手がいる中、ゴールから遠くまで飛び出して強力なパンチでボールをクリアする勇気を持つことで地元の攻撃に対抗しました。長いサイドライン投げにおいてもエリアを制御しました。24番ルノルマン、迅速。守備陣の中で最も優れていました。彼が土曜日に出場停止だったことはチームにとって非常に良いことでした。彼は非常で中途半端なことはしませんでした。空中戦でも地上戦でも全てを制しました。彼はゴールのプレーでシルバに完璧にパスを出しました。3番ムニョス、正確。彼はザカリャンをサイドから起用しようとし、成功裏に行いましたが、組み込むのに苦労しました。シルバに対して適切なクロスを1つだけ提供しました。2番オドリオソラ、アシストメーカー。彼の主な功績は試合唯一のゴールでアンドレシルバに向けて素晴らしいローパスを出したことです。彼はダディを抜きましたが、クロスの機会がなかったため得点機会を探しました。最後にアルベルト・フェルナンデスと苦しんでしまいました。20番パチェコ、明暗。彼はロビンほど攻撃的でも完璧ではありませんでしたが、最後の波乱的な展開で解決策を見つけました。2人のフォワードを相手にするとより落ち着いてプレーしましたが、ギャリーの出場で彼の日は難しくなりました。彼は短いパスでウルコを簡単に見つけ、ロングボールでもダディを見つけました。26番ウルコ、影響力がない。ウルコは無視されました。彼は位置を把握するのが難しく、デュエルに勝つのが難しく、チームのプレーに流れを持たせることが難しかったです。いくつかの競り合いで柔軟性を欠いていました。彼にとって難しい時期です。16番オラサバスティ、セカンドオプション。彼は時折存在しないかのようでした。彼はミッドフィールドのサードラインに配置され、セカンドラインからの攻撃を探しましたが、ボールを受け取りませんでした。彼は非常に闘志があり、デュエルに勝ちましたが、ボールに触れる回数が非常に少なかったです。12番ザハリアン、迷子。試合中彼はサイドで非常に不快でした。彼には制御できない高いボールが送られ、縦の連携を試みましたが成功せず、セットプレーもうまくいきませんでした。22番プリエンテス、誤った選択。非常に肉体的で往復の試合で彼には合いませんでした。試合は1から95まで彼から逃げました。コントロールが効かず多くのボールを失い、競り合いでほとんど優勢に立てませんでした。最初のハーフでは1回のステップといくつかのカウンターの構築で目立ちました。21番アンドレシルバ、解放者。最高のレアルソシエダ選手。彼はゴールのプレーでその才能を披露しました。フェースサポート、踊りお空へのパス、そしてプライムのゴール。彼はフェースオフでゲームを提供し、不利な状況でも勇気を持ってゴールを狙いました。彼はスターターとしての最初の試合で救われました。38番ダディエ、抑制された。右にオープンし踊りお空に挑もうとしましたが、うまくいかなかった。8番メリーノ、影響力がない。チームに貢献しませんでした。14番タケ、個人主義者。判断が大きなミスを犯しました。19番サディク、混乱。彼は1対1の機会があり、最後のコントロールを逃しました。4番スビメンディ、不自由。
芝生についてはひどく苦しんだ。6番アリツ、不安定、致命的な2つのミス。チャネリルジョーラクウヨアロシク。最初全く面白くないなと思って見ていましたが、あの状況だったので竹が出てきたし、ある意味竹を人工芝でプレイする姿やあの画角の映像を見られることもないので貴重だなぁと思って、ちょっと違った角度から見ていました。結局勝てたので良かったのではないでしょうか。次のビジャレアルはセルロートもいますし、面白い試合になりそうです。頑張れ竹。